ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことで、なんか不思議な贈り物っていうのが新たにここにできたんやけど、じゃあこれで早期購入特典でもらえるクイックボールが受け取れるらしいんで、それを受け取っていきたいと思います。ミステリーギフトやっていいね。不思議な贈り物を受け取る。で、シリアルコード合言葉で受け取る。これか。ご注意、シリアルコードまた合言葉で贈り物を受け取っているとき本体に電源が切れたり。あ、なるほどね。 OK。 レポート書きます。よろしいです。定期的にレポート書いとかんとね。まあオートセーブがあるとはいえものを探しています。ほい、ダウンロード版特典。これで来た、贈り物。いいね、演出。はい、中身はクイックボール12個を受け取りました。やったね。ってことでこれでバッグの中に追加されたはず。はい、これでクイックボール。戦闘が始まってすぐに使うと捕まえやすくなる、ちょっと変わったボールってこと。時間が経てば経つほど、まあ使えんなるくる、なるくわけやね。なるくわけ、使えんくなるわけやね。噛んだのを笑ってごまかすアユナ。さあ、それじゃあちょっと私早速使ってみようと思うんだけど、猫だ猫。え、キツネ。野生のクスネが現れた。猫じゃなかった、全然キツネやね多分これ。かわいい。さあ、ここでフェイクボールを使います。いいな、いいな、かわいいな、欲しい欲しい。いけるんじゃない。ほら、やったやった、クスネを捕まえたぞ。イエーイ。これで体力を減らすことなく、お、ここからレベルアップ。順調にポケモン図鑑が増えていく。クスネのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。この困り眉な感じかわいい。クスネ、キツネポケモン。他のポケモンが見つけた餌をかすめて暮らしてる。ふかふかの肉球は足音を立てない。へえ。かわよい。あれやね、ロコンとかよりも断然キツネって感じ。この子もわからん子じゃない。何、なんか変。野生のカムカメが現れた。かわいくない。かわいくない。私的に。え、何これ。ボールが登録できるってこと？ここでなんか、カットして、ショートカットってことあれ。X ボタンを押したら、ボールが飛び出るんやない？多分。ちょ、一回やってみよう。ほら、ここで使える。え、すごい。しかも選べるよ、ちゃんと。へえ、便利やね。そんな機能があるんや。それはもうボールに限定されとんかな。他の道具はなしで。はい、カムカメのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。頭でかすぎじゃないカムカメ食いつきポケモン。目の前のものにすぐに噛みつく習性。生えかけの前歯が痛いじゃない、かゆいので噛みついてしまうらしい。生えかけなのか、すぐに噛みつくのにあとの子はもう持ってるね。 OK、 抜けていきます。ん、あれはトレーナーか。ちびっこやけど、なんかほらほら、ポケモントレーナーってのはお互い目があったら勝負をするのがマナーだよ。服装かわいいね。何のポケモンなんやろあれ。あ、リスのやつかな。短パン小僧のゲンが勝負を仕掛けてきた。多分それっぽくない？なんかシルエット、ほらほらほら、絶対この子やもう結構ポケモンが揃ってきたな。あと1匹で6匹になるやん。イエーイイエーイ。さ
さあどんどん行くぜ行くぜ。お、急所に当たった。次体当たりでやっつけれそう。もう、え、君はポケモン何匹持ってるの？一匹か。全然余裕で終わるね。体当たり、体当たりっていうか今のは蹴ったけどねめっちゃ蹴り飛ばしたけどね。お、ヒバにレベル10やったね。強いポケモントレーナーがいるとついつい見ちゃうんだよね。こんな子供からも360円搾取していく。一歩間違えればカツアゲである。つら。勝負をしたくない時は相手に見られないように動くなんてのも大事だよ。相手に見られないように動くっていうのはどういう、どうすればいいんだろうか。お得な掲示板、ポケモンは戦うことで経験値を得て強くなります。またポケモンを捕まえることでも経験値を得て強くなります。あれかな、博士の、あ、違う、紫の屋根って言ったね。あっちや、あっちの小屋は何やろう。この後、可愛いトレーナーの持つ可愛くないカムカメと戦ったり、ガラル地方のジグザグマを捕まえ、さらに別の短パン小僧からお小遣いを巻き上げながら目指す博士の家へ。お、あれが博士か。ほら、博士だぞ。ダイマックスの秘密は 100% 明らかに。いえいえ、そんな、まだまだ謎ばかりですよ。孫が引き継いでくれれば、そんな風に考えていましたが。ん？おやおや、ごめんなさいね、お客様に気づかないだなんて。どうも、私はマグノリア。ようこそ若いトレーナーたち、ひとまず家にいらっしゃいな。家に入ってとかならわかるけど、家にいらっしゃいって言われてもね、もう家だからな細かいことが気になってしまうアユナの悪い癖。あら、ホップ、ウールに新しいお友達が増えたのね。あなたがアユナね。ソニアから受け取ったポケモン図鑑、あなたの手で完成させてくださいね。了解。ウールに新しい友達ってことは、ホップも新しいモンスターを捕まえたってことか。サルノリのことだと思います。なあ、アユナはダイマックスを知っているだろ。マグノリア博士はダイマックスの研究をなされているんだ。あの巨大化するやつか。ダイマックスを使いこなすには知識も必要だからな。ダンデったらどんな時でもポケモンのことばかり、いろんな紅茶があることを知っているのも大事ですよ。そうかなねえねえ、博士からも兄貴に頼んでよ、ジムチャレンジに推薦しろって。そうね、ダンデ、どうして推薦しないのかしら。ホップもアイナもポケモンと出会ったばかりの未熟なトレーナーなんですよ。おやおや、あなたの願いはガラルのみんなが強いポケモントレーナーになることよね。あ、そういえばそうでしたね。そういえばっていうぐらいなら違うんじゃないかな。大事なことを忘れていたぜ。だからポケモンを託したのだった。よし、わかった。二人とも俺が推薦せざるを得ない素晴らしい勝負を見せるんだ。もちろんお互いのポケモンはバッチリ元気にするからな。あ、今からまた勝負？おー、ありがとう。よし、アイナ、外で待ってるぞ。あの広場みたいなところか。また思う存分戦うことがポケモンのためであり、ひいては自分のためになりますよ。ここでは何も飼ってないの？あ、飼ってる、カムカメやマジか。なるほどね。あ、旦那さんもおるんやね。自分がしたいことではなくて、植物が望んでいること、それを間違えなければ植物は育ってくれるよ。何の話やねんとりあえず植物、まあ確かに植物だらけやね。へえ、やっぱりちゃんとそういう個性が表現されているのだな。てか、なんか近くにさ、このアイテムが落ちとったような気がするんやけど、気のせいかな。なんか遠くから見た時にアイテムがあったような気がしたんだけど、あれない？今この辺光った。おいしい水、ミネラルたっぷりの水、ポケモン1匹の HP を30だけ回復する。やったーあ、あそこにアイテム。アイテムとお金には目ざといアユナであった。なんか光ってない？夕日かな。あ、スーパーボール、なるほど。え、もうすでにスーパーボールゲット。やったやん。モンスターボールよりもさらにポケモンを捕まえやすくなった。少し性能のいいボール。なんかあれやね、最初の方の段階から結構いいアイテムをバンバンゲットできるんだな。おい、アイナ、推薦状をもらうため俺と戦ってくれよ。
オッケー、いいよ。っていうかそのために出てきたんだよ私。この辺にアイテムは、おい、あいな。わかったわかった、待ってよね、全くせかしやがって。俺は最強のポケモントレーナーになる。だからジムチャレンジに出るために推薦状がいるんだ。兄貴を納得させるために俺たちの可能性を見せるぞ。もちろん。何匹捕まえたんかな。お、博士も来た。若きトレーナーたちの戦い、私も見させてもらいますね。俺は無敵であるためにあらゆる勝負から学ぶ。さあトレーナーのポケモンみんな弾けろ。俺を満たせ。何様だよ。チャンピオンである。俺の伝説が始まるぞ。よっしゃやっていくか。ポケモントレーナーのホップが勝負を仕掛けてきた。え、でも1匹しか増えてないやん。マジで私もうめっちゃ増えたよ。ちょっとは強くなったのか。俺たちが確かめてやるぞ。強くなったよ。てかウールも全然成長してないやん。君こそなんか成長したんすか。電光石火。ほらもう一発で半分以上いっちゃったわ。弱い弱い。え、ちゃんと道中レベルアップしてた。レベル上げするって寄らんかったっけ。なんかそんな感じのこと寄らんかった。随分な上から目線である。強くしようみたいな。お、ヒバニレベル11。お、クスネレベル8。爪研ぎ。ジグザグマレベル6。舌で舐める。舌で舐めるってゴースト系やったよね。猿乗り。あー、でも猿乗りならこのまま行った方がいいか。まあ飛行タイプでもよかったけど。効果抜群。ヒナコで。あれやね、なんか普通にタイプとかを把握してない人とかでも分かりやすい。さすがだと、タイプの相性分かっているんだな。俺たちの本気エネルギー、シゲルグリーンのグラスパワー。何何何、シゲルグリーンって、なんかもう今までのライバルの名前が。そういう狙い。イエーイ、効果抜群ね。タイプを把握してなくてもあそこに効果抜群って書いてくれたら分かりやすいよね。ホシガリスレベル8。カムカムレベル8。やった、どんどんレベル上がっていく、助かるわ。ここから飛行タイプか。相手は飛行タイプでも別に大してな。それに対抗できる電気タイプがおるわけでもないし、電気タイプ欲しいね。ちょっとクスネ使ってみようっと。袋叩きっていう技があったよ。袋叩き怖い。ギリ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 に勝負が俺たちの好きな戦い方。いや余裕で勝てよ。余裕で勝ってあげてよ。ポケモンがかわいそうじゃねえか。ここからはみんな緊張感っていう特性持ったのかな。袋叩き、一匹で袋叩きにできるものなの。弱い。あ、でも、あ、徐々に効果が、徐々に、何？ダメージが上がっていくタイプの技なんやね。え、何発いけるのこれ。6回当たった、やばい。あ、そういうタイプの技か。え、いいやん、いいやん、いいやん。ってことは、毎回、何回当たるかはわからんっていう感じやね。袋叩き。誰と一緒に袋叩きしてるんだ。イエーイ、3回当たった。いいね、クスネ。ジグザグもレベル7。ポケモントレーナーのホップとの勝負に勝った。負けてがっくりしてるけど、さすが俺のライバルだぞ。どんどんお金も入ってくる。モンスターボールの投げ方もバッチリ決まっていたのに、そこ関係ある。勝って嬉しい、負けて悔しいを繰り返し、俺たち強くなっていくんだな。あれやん、花一門目やん。あいな、ホップ、なんて試合を見せてくれるんだ。チャンピオンの推薦状、お前らに渡すしかないぜ。ホップ大丈夫なの。アイナは推薦状を手に入れた。
アイナは推薦状を大切なものポケットにしまった。ジムチャレンジという大会に参加するための推薦状。サンキュー兄貴、俺ジムチャレンジで勝ち上がるぞ。普通にジムに挑戦するためにもこんなんいろいろあるんやね。若く荒削りではあるが素晴らしい戦いだった。俺もリザードもあらゆる細胞がエキサイトしたぜ。ホップが大事にしているのはボールの投げ方など強さとは無関係なことばかり。そう思って案じていたがちゃんと成長していたな。本当に？アイナもさらに胸躍るポケモン勝負を見せてくれ。了解。なあアイナ、鍛え合って二人でチャンピオンを目指すぞ。一緒に一緒に。だってお前は俺のライバルだぞ。当然だろ。なんだあれ、何その大げさすぎる驚き方。流れ星？落ちた。え落ちたよ。何それ何それ。おいやいな、願い星だぞ。願い星しかも2つ。ほら、1つはお前にやるぞ。何それ。アイナは願い星を手に入れた。ガラル地方で見つかる不思議なパワーを秘めている石、拾うと願いが叶うとも言われている。え、願い星があれば俺のポケモンもダイマックスでっかくなるぞ。あ、そういう感じなん。それをたまたま拾えたの。すごいじゃないか。願い星は本気の願いを持つ人のもとに落ちてくるという。最強のトレーナーになる、最強のトレーナーになる、最強のトレーナーになる。願い事3回言うの。よし、3回唱えたし、これで願いが叶うはずぜ。ホップ、願い星は未知のパワーを秘めている不思議な石、いわばガラル地方の宝物。ただそのままでは使えません。私に預けてごらんなさい。使えてないんや今のそうだよ、博士はダイマックスの研究家。俺とアイナにもダイマックスの力をくれよな。まどろみの森では不思議なポケモンとも戦ったし、なんだかすごいことが起きそうだ。はしゃぎたい気持ちもわかりますが、明日からの旅に差し支えますよ。旅は明日から。まあもう日が暮れて、いつの間に帰ってきたらなんか盛り上がってるし。ほら、あんたたち晩ご飯も食べていくでしょ。私最近流行りのカレーライス作りに凝ってんだよね。カレーライス作り流行っとんや。まあ美味しいけどね。どうした？朝、冒険の始まりだぞ。おはよう、若き挑戦者たち。ホップ、あんたさ、不思議なポケモンと出会ったって、あれどういうこと？霧の中、アイナが不思議なポケモンと戦ったけど、最後気を失ってよく覚えてないんだよな。何それ。アイナ、ホップ、これを持ちなさい。あ、願い星？お、なんか杖独特な形やね。なんかのポケモンかな。アイナはマグノリア博士よりもらったダイマックス版ドーミにつけた。願い星が組み込まれており、パワースポットにいると光り出してポケモンをダイマックスさせる。へえ、いい感じにおしゃれやね。ダイマックスバンドです。あなたたちが見つけた願い星を埋め込んだバンドよ。博士ありがとう。おお、兄貴と同じだ。これでダイマックスできるぞ。ちゃんと色も分けてくれとんよね。おやおや、焦らないで。ポケモンをダイマックス巨大化させるにはいろいろ条件があるのだから。あなたたちポケモン図鑑のページを埋めるためにもいろんなところに赴いて様々なポケモンに会うんですよ。よし、俺の伝説がいよいよ始まるぞ。さっきも始まったはずですが。アイナ、駅まで競争だぞ。また競争だよ。え、てか結局あれやんね、あのポケモン図鑑をもらいに行くとしか親には言ってないけど、そのまま旅立っていく感じ。まどろみの森、不思議なポケモン、なんだろう、なぜかざわつく。あれがきっと伝説のってことじゃないかな。何左下のあの Y、 何かしら通信みたいな感じ。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。
また次回の動画でお会いしましょう。またねー。あ、でも駅まで競争ってことはまたあれか、街に戻るのか。まあ、自分の街ではないけど電車使えるんかな。